皆さん、主イエスキリストのご復活おめでとうございます。それぞれの人がこの時期にそれぞれの立場でこの復活祭を祝っていることと思います。主の復活、復活という言葉はもちろん私たちが日常的に使う意味としては死者のよみがえり、あるいはどん底からの立ち上がり、どちらかというと今の苦しいマイナスの状況を乗り越えて元の状態に戻ることを意味します。ですが新約聖書は、そして教会は、復活という意味が単に元通りになることではないということを教えています。実際に聖書は、教会は、他の言葉を使ってその広がりを説明しようとします。永遠の命、神の命に預かること、朽ちない体に復活すること、いや新しく生まれること、この新しさという表現は聖書の中では、教会の中では、決してもう古くなることのない永遠の新しさを意味します。なんでこんなことをお話ししたかと言いますと、関区長の復活のメッセージとしてはふさわしいかどうかわからないんですけれども、去年から今年にかけて私が体験した一つのエピソードと、それについて考えたことをお話ししようと思います。昨年3月から4月の頃でしたでしょうか、あるイタリア語の歌、イタリア語の楽曲が、こんな歌があるよということで、その YouTube の映像とともに複数の人たちから私のもとに送られてきました。多くの人たちは、外国で話題になっているよ、外国の友達からこんなエールをもらったよということで私のもとに送られてきたものです。この歌は、コロナウイルスに感染した人、苦しんでいる人、支えている人、特に医療関係者たちへの応援歌であり、彼らにエールを送る歌でした。イタリアのアーティストってあんまり音楽シーンでは、日本では紹介されないんですけれども、この歌を歌っているのはロビー・ファッキネッティというミュージシャンです。このミュージシャンは、実はもう長い長い間、数十年にわたってイタリアでは
活躍をした、そしてとても多くの楽曲を残した音楽グループ、これイタリア語のイタリア人のグループなんですが、プーというグループのメンバーの一人です。もうみんなグループを解散して70を超えるような人たちです。さて、彼らはイタリアのベルガモという町の出身でした。日本ではこのベルガモという町はあまり知られていないかもしれませんが、北イタリアの中央あたりに位置します。北イタリアといえば、西側の中心がミラノ、そしてそのまままっすぐに東に進んでいくと、あのロミオとジュリエットの舞台になった町として有名なベネトを経てパドバ、そしてベネツィアに至る幹線道路の中で、ミラノとベネトの中間ぐらいにある町です。かなり大きな町です。この町は実はその郊外にあるソットイルモンテというところで、後に教皇となるヨハネ23世が生まれた場所としてもとても有名なところなんです。さて、皆さん思い出してください。昨年初頭に中国の武漢で広がり始めたとされる新型コロナウイルスの感染症は、なぜか次に北イタリアに飛び火し、北イタリアは新型コロナウイルス感染症の感染地としてとんでもない状況に陥り、そして医療破綻が起きました。多くの感染者が出て、多くの重症者が出て、人々はどうしていいかわからなかった。医療従事者も必死になりましたが、どうしていいかわからない状況になりました。このベルガモ出身であった音楽グループプーのメンバーであった、先ほど紹介したロビー・ファッキネッティは、なんとか自分にできることをしたい、でもできない、その思いに苛まれていました。すると同じ音楽グループのメンバーであったドラムを担当していたステファノ・ドラツィオという人から電話がかかってきて、そしてある思いを綴った詩を送ってきたんだそうです。それを受け取ったロビー・ファッキネッティは、
すぐにピアノに向かい、そしてあっという間に曲を書き上げたと言います。その曲名こそ、しまった、忘れてしまいましたが、リナッシェロ、リナッシェライという曲だったんです。イタリア語でリナッシェレというのはいろんな意味に訳されます。よみがえる、立ち上がる、生き返る、新しく生まれる、生まれ変わる。日本語に訳すとそれぞれニュアンスは違いますが、それぞれの人がこのコロナウイルスの状況にあって感じてほしいという、その思いが込められた曲でした。リナッシェロ、私は新しく生まれるよ、こんなんでへこたれないよ、必ず生まれ変わるよ、新しく生まれるよ、だからリナッシェライ、君もあなたも新しく生まれるはずだ、生まれ変わるはずだ。それが何度も何度も繰り返して綴られた音楽で、そのビデオクリップはまさにベルガモの美しい自然と街、そしてこの街の中心的な病院である教皇ヨハネ23世病院の患者や医療スタッフやコロナウイルス感染者によるビデオでした。この曲の収益はすべて今取り上げたベルガモの教皇ヨハネ23世病院に寄付されるということで、呼びかけが運動となり国際的なうねりとなって、今皆さんインターネットで検索していただければ、英語でもスペイン語でも、そして日本語でも翻訳されて、この楽曲が歌われているはずです。残念ながら作詞をしたあの音楽グループプーのドラマーであったステファノ・ドラツィオは去年の11月6日72歳で亡くなりました。コロナウイルスに感染して約1週間後のことでした。イタリアでは大きなニュースとなり、まさにこのエールを送った作詞家がコロナウイルスに感染して亡くなったということで、悔しさと哀悼のメッセージが相次ぎました。しかしだからこそ私たちはこの主の復活の日に、この世の戦いにおける苦しみにおける、そこには負けずに新しく生まれ変わっていくという歩みと、
そしてたとえ亡くなったとしても、この人生の歩みは終わってしまったとしても、最後に私たちは新しく生まれ変わることができるのだという思いと重ね合わせて考える機会としたいと思うんです。思えば日本では1995年阪神淡路大震災の時に、私たちはある種の絶望感を味わわされました。しかしその時は大阪教区は再生というスローガンを掲げるのではなく、あえて新しく生まれること、神の恵みによって新しく生まれる復活することという意味を込めて新生計画を打ち出しました。東日本大震災が2011年に起きました。今年はそれから10年の節目の年です。なかなか元には戻りません。失われてしまったものは大きいです。ですが新しい命も新しく生まれるものも多く与えられるはずです。このコロナウイルス感染症の蔓延もそうだと思います。私たちはつらい、しかし神は共にいてくださるはずです。この状況が終わった後、私たちは元に戻るのではありません。新しく生まれ変わる。ではそのために私たちはこの主の復活をどのように受け止めるのでしょうか。一人一人が考え、そして考えるだけではなく、感じたことを分かち合いながら人々を言葉で励ますことのできるような、そんな復活祭にしたいと思います。ありがとうございます。